今回はですね、黒いジバニャンを使ってワイマネー稼ぎしてみたいと思います。ステージ45、極黒い桜住宅街のボス、黒い妖怪ウォッチのステージですね。ヤマタン使って、二色整地したいと思います。まずはみんな必殺技を打てるように準備していきましょう。エジソン、ヤマタン、そして花咲かじ、覚醒メラメライオン、そして黒いジバニャン。黒いジバニャンいっぱいいる。これでサイズ13いけるかな？サイズ14、オッケー。エジソン、花咲かじ、じいちゃん軍団。はい、オッケー。あと、メラメライオンとヤマタンですね。はい、オッケー。あと、覚醒メラメライオン、必殺技打てるようになるかな、これで。もうちょい。覚醒メラメライオンの必殺技を打てるようにしておきたい。どう？もうちょい。にゃはは。一回延長します。オッケー。あとは、ヤマタンと黒いジバニャンだけ残していきまーす。いわゆる二色聖地。必殺技、黒いジバニャンの必殺技4発ぐらい撃てれたら理想かな。5発ぐらい撃てれたら最高っすね。はい。こんな感じ？で、ヤマタンのサイズ13のデカプニを作りたいんだよね。これでどう？サイズは13。OK ですね。あともうちょい。もうちょいでフィーバー入る。これぐらいでフィーバー入るかな。で、まず 1% のひらめきでスコアアップ。花咲かじ、満開桜咲く、スコアアップ。覚醒メラメライオン、聖剣バーニング、そしてヤマタン。で、もう一丁ヤマタン。ヤマタン、8枚タン。これで必殺技できます。一発目、ゴミくずしばき。二発目、何発撃てるかな？まずヤマタンいきますか。必殺技三発目。必殺技、何発目？五発目ぐらい。ヤマタン必殺技いけるかな？黒いジバニャンが来たら熱い。惜しい。もう一発ぐらい必殺技打てそうやったけど。で、スコアがですね、これ1352万っすね、今回。黒いジバニャンが黒い妖怪ウォッチに対して特殊能力持ってるから、結構合間ね、稼げます。今回は2237ゲットです。経験値も1万超えね。これは結構使えるんじゃない？